はい、ありがとうございます。先ほどまでは杉谷さんが国際協力を興味を持ったきっかけから大学、大学院とかどういうことをされていらっしゃったのかっていうところをお聞きしたんですけど、この動画では大学院卒業してから何をしたのかっていうところをお伺いしたいなと思ってまして、先ほどの動画ではようやくねピンとくる会社が決まってそこで3社まで行きましたと。でこの3社のところのどこを選択したのかっていう部分とどういう働きをしてたのかっていうところをちょっとお伺いしたいなと思います。で開発コンサル2社とマザーハウス1社だったんですけど、どこを選択したんですか？はい、最終的にはマザーハウスにさせてもらったんですけど、開発コンサルの2社も最終面接まで行かせてもらって、はい、最終面接でですね、大体役員っていう形になるんですけど、はい、そこに並んでいた役員の方々が大体60代から70代の方々だったので個人的に就職をするってなった時に、はい、早くいろんなチャンスだったりとか、早く自分で何かをやりたいっていうことをすごい思ってたので、どれくらいで自分は一人前になれるんですかねみたいな話を最終面接で逆にしたらですね、大体開発コンサルの回答としては、基本的には50代でようやく一つのプロジェクトのマネージャーになれるぐらいのスピード感っていうことをある会社だと言ってたと、はい、最終面接で言われてしまって、そこまでは待てないなっていうのが正直な自分の感想で。なるほどね、はい、一方でマザーハウスはどうだったんですか？マザーハウスは社長、副社長ともに当時30歳ぐらいだったので、すごい若い企業だなっていうところもありましたし、面接をさせていただいた後に同じ大学の先輩がいらっしゃるっていうことで、ちょっとお話をさせてもらって、お話をさせていただいた時にですね、マザーハウスは基本的にどんどん手を挙げればいくらでもチャンス回ってくるし、入って 1,2 年で店長になるだったりとか、もっと大きい事務所の仕事を任せてもらえるみたいなこともチャンスとして全然あるよっていう話を聞いて、全然違うじゃないかな50歳までにプロフェッショナルになるのと全然違うんだと。まあ、そこでこっちの方が自分としてはやりたい方向性だったりとか、安定感とか長期的に見てというよりは、多分自分考え方も途上国内図されてるのかなと思うんですけど、早い方で今が一番楽しければいいなっていう感覚でやっているので、そういうところでマザーハウスの方が適切かなと思って選択をしたという感じで。なるほど、ありがとうございます。じゃあ改めてなんですけど、マザーハウスってどういう企業かっていうところをちょっと簡単に聞きたいなと思っていて、はい、杉谷さんが考えるマザーハウスの説明で大丈夫ですか？あ、わかりました、はい、マザーハウスという企業、多分国際協力業界の中で結構有名になってきているかなとは思うんですけれども、もともと途上国から世界に通用するブランドを作るというのをミッションに掲げて、バングラデシュだったりとか、はい、あとはネパール、スリランカ、インド、あとはインドネシアかな、あとミャンマーか、はい、どんどん生産国が増えてたりするんですけれども、そういったところですね、途上国の中で今までですね、光を当てられていなかったといいますか、現地の技術だけで終わってしまっていたものを、先進国だったりとか日本とか、あとは台湾とかでもお店があるんですけれども、そういったところでですね、輝くようなデザインっていうところに変えていって、どんどん光を当ててクローズアップをして、その人々のエンパワーを図っていくというような形をやっている企業ですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ実際そこの面白いなって思った企業に入りました。入った時は何をしてたんですか？マザーハウス必ず基本的にそうなんですけれども、最初は絶対に店舗で働くという形になってます。でこれはお客さんのことだったりとか、現場のオペレーションがどうなっているのかみたいなことを知らずに、事務所だったりとか裏方で働くということがないようにという形で、基本的に中途で入っても新卒で入っても必ず店舗で働くという形になるんですけれども、自分はあの新卒で入ったので、通常通り最初に店舗に配属されて日々接客をしてたという感じになります。実際どうでした？接客に入るからこそ嬉しかったことは絶対あると思うんですよ、はい、店舗に入ってた時期ってどれぐらいなんですか？店舗に入っていたのは、はい、アルバイトの期間があったので、1年半ぐらい多分入っていたはい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 。なるほど。じゃあ1年いた中で、これは感動するなみに嬉しかったみたいなのってあります？個人的にはもともとネパールが研究フィールドだったので、ネパールから来るストールっていうのに自分はすごく思いがあって、なるほど、でこれを伝えたいってずっと思ってたんですけどはい、なのでバッグをもちろん売るんですけど、はい、バッグよりもストールを見てくれるお客さんにもうすぐこう接客に入りたくなるっていう癖があったんですけど、ただその中で自分でも買って家族とかにプレゼントしたりもしたんですけれども、それぐらい気に入ったストールがあって、それをですね、見た瞬間にこのお客さんにおすすめしたいなと思ったお客さんがいらっしゃって、はいはいはい、絶対似合うだろうなっていうお客さんがいらっしゃって、はいはい、その方はですね、バッグを購入するために来ていただいていて、実際バッグを購入していただいたんですね。その後にですね、ちょっと見ていただきたいものがあるんですけどっていうお話をして、はいはい、ストールを見ていただいて、すごく嘘抜きで、一番これが合うと思いますみたいな、ちょっと振り返るとセリフが臭いなって思うんですけど。ちなみに男性でした？女性でした？あ、女性でした。
いやそうなんだ、はい、なんですけど、そうだ、素敵なマダムの方なんですけども、うん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 、あなたがそこまで言うなら、うん、これももらっていくわっていう形で、すごいですね、買っていただいたっていうところが、うんうんうん、個人的にはすごい自分のおすすめしたいっていう気持ちだったりとか、はい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 、これを伝えたいみたいな気持ちがすごいしっかり伝わったなっていう経験で、うんうんうん、個人的にはすごい嬉しかったですねなるほど。ちなみにそのストール何が良かったんですか？デザインなんですけど、デザインなんだ、はい、デザインとあとコンセプトがすごい良かったんですね。多分今置いてないんじゃないかなって思うんですけれども、はいはいはい、デイアンドナイトっていうストールでして、はい、めちゃめちゃ使うの難しいんですけど、はい、半分で青とオレンジが入ってるんですよ、はい、そうなんですね、はい、コンセプトとしてデイアンドナイトで、うん、夜と昼っていうのが一体になっているストールで、はい、巻く時にオレンジと青なんでいろんな顔を見せてくれる、はいはいはい、巻き方一つで全然印象が変わるもので、それが1日の印象だったりとかを変えてくれるみたいなコンセプトが、ね、個人的にはすごい好きで、はい、それも説明しまくって、はい、あでもそれでちゃんと伝わって購入してくれるっていうのは嬉しいですよね、はい、うん、すごい嬉しかったですね。その後1日中にやけてましたなるほどっすね、ありがとうございます。じゃあ経営マザーハウスはどれぐらいいらっしゃったんですか？合計で言うとアルバイト時代から含めると多分2年くらいいました、ね、はい、なるほど。じゃあ実際そこからキャリアチェンジすると思うんですけど、はい、そのキャリアチェンジするきっかけって何かあったんですか？マザーハウスの店舗にいた期間と、うん、その後自分実はインドに出張に行っていて、あ、そうなんですね、1ヶ月半ぐらいインドの工場の方で、うん、検品の作業をずっとしている現地に駐在のスタッフという形でやらせていただいてたんですけど、はいはいはい、そこのところで日本の店舗にいるだけでは職人さんのことだったりとか現地のこととかに触れる機会ってなかなかないなと思ったんですけど、うんうんうん、結構自分手を挙げていろんなことをやりたいやりたいって言っていて、そこでですね、まあ、自分がすごい思い入れがあったネパールのソールだったりとか、あとはシャツですねっていうのを作っているファブリックマザーハウス、今 E ドットっていう名前に変わってるんですけれども、そっちにですね専門店に移動したいっていう形で、そちらのスタッフになってたんですね。へー、そうだったんですね。その中でインドに出張に行かせてもらえるっていう機会をまたもらって、でですね、そうするとやっぱり現地の様子というか、現地で、まあ、もちろん物を作ってる様子もそうなんですけれども、インドで暮らすっていうことがそもそもですごい刺激的で、街中を歩いていても全然普段見る景色とは違いますし、結構自分散歩が好きなので、ダーって歩いてですね、あのコルカタという街だったんですけど、はい、コルカタなんですね、はい、ずっと歩いてですね、はい、ローカルなお店に入ったりとかそういうこともしてたんですけれども、その中でインドっていうところで自分が一番印象に残っているのがアンタッチャブルと言われている人たちで、不可職人ですね、カースト制度の外にいる人たちなんですけども、そうなんですか。インド未だにですね、カーストっていう意識ですね、制度としてはなくなってるんですけど、すごい意識が残っていて、うんうん、でそのアンタッチャブルという人たちはそのカーストにも入れない、簡単に言うと人と思われていないような人たち、はい、っていうところをインドの現場で実際に目撃することがあって、へ、でそういった人たちがですね本当に路上生活をしているんですけれども、はい、路上生活をしている横をですね、普通に人が寝てる人がいたらですね、顔のここら辺を歩いていくみたいな、本当にこの人たちって存在しないぐらいの、石と同じぐらいの気持ちで捉えられてるんだな、はい、っていうところを本当に間近の現場で見てすごい印象的で、これってマザーハウスの仕事で解決できることなのかなみたいなところとかを自分の中で考えて、自分がもともと国際協力に興味を持ったきっかけっていうのがタイで見た物乞いの人だったりとか社会の闇の部分になってしまっているっていうところを、自分は心が動いたっていうのがあったので、そこですごい自分は思い出して、自分がやりたい仕事だったりとか自分の人生をかけて解決したい問題って別にあるんじゃないかなっていうことを考え始めたっていうのが、実はあのマザーハウスを離れようかなと思い始めたきっかけです。なるほど、そうなんですね、はい、でじゃあそれをベースに自分の思いとマザーハウスのところがちょっとそこっちゃったっていうところがあって、はい、そこからどういう転換にしたかというと、それを経てですね、自分の活動としてこの国際協力っていうところの闇の部分に立ち向かっていきたいなっていうのを継続してですね、マザーハウスでの仕事も続けようかなっていうところはちょっと迷っていたところだったんですね、はいはいはい、ただその後ですね、仕事の中で自分自身プレッシャーをすごい感じてしまって、インドから帰ってきた後にバッグの開発の仕事に、はい、自分は異動になるんですけれども、うん、バッグの開発の仕事ってマザーハウスの中でもすごい花形の仕事で、うん、プレッシャーもすごくて、はい、新作が出るだったりとか、はい、品質不良とか起こしちゃいけないとか、うん、そういうところで結構自分の中でプレッシャーをすごい感じてしまって、精神疾患みたいな感じになってしまった時期があって、でそこでまあ休職をしたんですね、うん、休職をしている期間に現場を見てこようだったりとか、ちょっといろんなものを見てみようみたいなところで出会ったのが、自分もともと大学
入った時にベリーフィフティというところのプログラムに参加してたんですけれども、同じようにベリーフィフティの高校生に対してやっているプログラムにちょっと遊びに来ないっていうことをスタッフの人から言われて、給食をしている期間だし現場も見に行きたいし、じゃあ実際行ってみようかなっていう形でカンボジアに行ったのがきっかけで、そこからでもやっぱこっちの仕事の方もやってみたいかもなっていうところで、まあベリーフィフティに転職するっていう形になった。そうなんですね。なるほど、ありがとうございます。この動画では大学に卒業して就職してどういうことをしてきたのかっていうところをお伺いしたんですけど、次の動画ではじゃあ今 NPO 法人建てられてると思うんですけど、そこで何をやっているのかっていうところを具体的にお話をお伺いできればなというふうに考えてます。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。